思わず目を奪われる美しく繊細なスイーツ。新たな時代を切り開く若きパティシエの物語が今始まります。お客様が来てくれた時に入った瞬間にわっとなるようなワクワクを与えられるようなスイーツ作りを心がけてます。稲佐山のふもとに店を構えるパティスリーフェリーチェ。父康文さんが立ち上げたこの店で江原さんもパティシエとして働いています。23歳にして去年は長崎県洋菓子コンテストのグランガトー部門で金賞を受賞。全国大会のジャパンケーキ賞でも審査員特別賞を受賞しました。今作ってるものが長崎県大会で出したケーキなんですけど、名前がアバニールといって、フランス語で意味が未来、自分の名前がショータというんですけど、鳥が水面下から未来へ向かって太く羽ばたく姿を作ったものになります。芸術性の高い作品で注目を集める原さん、さらに今までにない新しい分野のイベントにも挑戦を始めました。ケークアートギャラリーという題目で、花が好きだったのでドライフラワーの方だったり、ダンスと音楽とお菓子を食べれる空間を作ってイベントを行いました。菓子業界を盛り上げようと活動する江原さん、そこへある話が舞い込んできました。長崎のジャパネットさんからお店をやらないかというお声かけをいただいて、もうこれは乗らないわけにはいかないと思って、稲佐山の展望台の管理がジャパネットさんが行っているので、その一角で観光客のお客様がたくさん来ると思うので、お土産として喜ばれるようなお菓子を置きたいなと思ってます。これからみんなで題名を作っていくという意味と可能性を掛け合わせ、菓子屋無題と命名。先日行われたプレオープンには多くの人が集まりました。グランドオープンは6月2日を予定しています。若い世代の子たちとか、それこそ自分と同じ年代、挑戦したくてもそういう場がなかったりとか、なかなか自分では踏み込めない人たちもたくさんいると思うので、そういう方たちを巻き込んだイベント開催していけたらと思います。